皮膚刺激法血液の循環を良くする第2の方法は皮膚を刺激することにより血液の循環を良くする方法です第1章皮膚の重要性皮膚は人間の体表面全体を覆って人体の内部を保護する重要な機能を持っています皮膚の皮脂腺というところからは少しずつ脂肪が分泌され 皮膚を滑らかに保って皮膚を保護しています。また皮膚は肺には及びませんが呼吸も行っています。さらに汗を出して体温を調節する作用や一部の老廃物を皮膚より排泄する作用を持っています。健康な血液は弱アルカリ性に保たれていますが健康な皮膚は弱酸性に保たれており殺菌作用があります。皮膚の機能は 普段はあまり意識されていませんがやけどなどで皮膚の機能が広範囲に障害されると脱水や感染で死亡する場合もあり非常に大切な機能を持っていることがわかりますがんに限らず慢性疾患を持っている人は皮膚が汚く皮膚疾患にかかりやすいことはよく知られており西洋医学でも皮膚内臓相関現象と呼ばれています 皮膚筋炎や帯状疱疹では効率に内臓の癌を合併することが知られています。これは体の内部の毒素が皮膚から外側に排泄されるために起こる現象です。東洋医学では皮膚は内臓の鏡とされており皮膚の色やつや吹き出物や腫れ物の位置によりどの内臓が弱っているかまで診断することができるそうです。俗に 水虫やタムシと呼ばれる白癬菌感染症はカビの一種である白癬菌が原因であると考えられていますしかし白癬菌は健康な皮膚には感染することはなく皮膚の抗菌力の低下した人にしか発病しないのです皮膚の抗菌力の低下は全身のどこかに恒常性の失調によるバランスの乱れがあり免疫力が低下したことが原因です アトピー性皮膚炎も癌と同じで血液の質と血液の循環が悪化することが原因と考えられますこのため体内に蓄積した毒素が皮膚を通して体外に排泄された結果皮膚に炎症が起こり見にくくなるのですしたがって現代医学の薬物療法では治療が困難で多くの人が怪しげな民間療法の餌食となるのは癌と同じです 人間の皮膚は、動物に比較して非常に退化しています。これは、人間が衣服を着ることと、家に住んでいることが、原因で皮膚を鍛えることができず、脆弱になるためです。皮膚を鍛えれば、それに伴って血液の循環が良くなり、このことが強力ながん治療の一手段となります。